ドバイへ続く中山街道、今年もここから世界へ挑むリアルスティールの矢作先生です。よろしくお願いします。お願いします。リアルスティール、まあ、2017始動ということになりますが、ジャパンカップ以来の現場ですけど、何かこう大きく成長したところとか変わったところありますか？馬体に関してはね、やっぱ元々がねすごくいい馬でね、はい、なかなかこれ以上良くなりようがないんであれですけども、まあ歩きでしょうね。歩き、はい、まあ最も基本的な、はい、歩きっていう部分が全くできてないような馬だったんで、ほう、だからこうずっとね未完成未完成って言い続けてきたのが、うん、だいぶ完成に近づいてきたかなと。歩きがね、はい、そのちょっと素人に分かるように何かこう表現できます？歩けないんですよ、ちゃんと歩けなかったんです、はい、なんていうかな、じゃあ隊列を組んで一緒に馬で歩いてても、はい、どんどん遅れてきちゃう、はい、歩くのが遅い、遅いっていうかちゃんと歩けてないからっていうことですよね、はい、まあ、人間でいうとこう手足が揃ったりなんかバランスが悪くなるんですか？そうですね、歩幅が狭かったりね、そういうところっていうのはやっぱり競走馬の基本中の基本で、はい、だから本当に能力だけで走ってる馬なんだなっていう感じでしたけども、それが随分大人に近づいてきたなと。じゃあ歩き方もだいぶちゃんとして、その点が一番変わった点とすればそこだと思います。ちなみにそれってじゃあ前走までの VTR パドック僕らが見て、パドック行けばね、まあまあ気合が乗ってるんでね、歩けるんだけど普段の状況ですね。それと国内でなかなか勝ててないんですよね。そうですね、はい、だから逆輸入のチャンピオンとしてリアルスティールは僕らは応援してるんですが、やっぱり国内でちょっとええとこ見せていただきたいですね。まあ、国内で悔しい思いがないんでね、うん、まあ、正直目標は次ですけども、やっぱり、まあ、今回人気背負うと思ってますしね、うん、ファンの期待がある以上それなりに、このメンバーでもしっかり戦えるように仕上げたつもりです。まあ、この目標はこの次ということですが、この次はいわゆるドバイですよね、はい、連覇を目指して。もちろん、まあ、この先じゃあ歩き方も本物になってきたリアルスティールがこの先今年描く矢作先生のなんかこう絵というのはありますか？うん、まあ、もちろんドバイ連覇したいっていうのは当然ですけど、うん、国内で G1 取りたいですね。あ、ぜひそれは期待しておりますので、はい、まずは今年初戦、見事な勝ちっぷりで、ファンを喜ばせていただきたいと思います。そうですね、はい、期待してます。よろしくお願いします。ありがとうございました。矢作先生でした。